た愛媛 FC にとっても森脇亮太にとっても重要な試合になる。いや何やってんだ俺は。誘ってんじゃんテレビ。長野パルセイロとの試合ということで、ちょっと移動含めてまたカメラを回していきたいなというふうに思ってます。今11時半、松山空港に着いて、今日午前中練習をして、これから12時飛行機に乗って長野の方に向けて出発しちゃいなと。ちょっと長旅になるんでね、時間バタバタですけどカメラを回していきたいなと思います。ということで皆さん行ってきます。今ホテルに着きました。時刻は5時15分ぐらい、3時間ぐらいの、長旅でした。これからホテルに入って準備して、夕食が6時なんで、夕食までゆっくり過ごしたいなと思います。到着、疲れた。はい、皆さん無事にホテルに到着しました。皆さん今から夕食に向かっていきたいなと思います。ご飯をバクバク食べて明日の試合に備えたいなと思います。行ってきます。今日の晩御飯です。もりもり食べたいなと思います。夕食を終えて帰ってきました。19時半から森脇の治療は入ってるんで、それまでちょっとゆっくり過ごしたいなと。その前にお風呂に入ろうか、治療の後にお風呂に入ろうか、今ちょっと迷い中という感じですね。治療までゆっくり自分の時間を過ごしたいなと思ってます。皆さんお疲れ様です。なんとですね、夕食を終えて治療に向かうところからまた動画を回したいなというふうに思ってたんですけど、森脇忘れてしまいました、動画を回すの。それで治療も終えて、風呂も上がって、睡眠の時間まで、ちょっとゆっくり過ごしたいなと思ってます。睡眠までの時間の森脇のルーティーンなどを紹介していきたいなというふうに思ってるんで、皆さんそちらもぜひご覧になってください。よろしくお願いします。ごめんなさい皆さん。森脇の試合前の寝るまでのルーティンの一つでもあるんですけど、一試合丸々試合を見て相手チームの特徴とか、自分が出た時にどういういいイメージをするか、そういういいイメージを持ちたいなというふうには思ってるんで、相手の弱点とかね、そういうところを頭に叩きつけて起きたいなと、今日中に前日にそういうものを見て明日の試合に向かっていきたいなというふうに思ってるんで、だいたい試合前に相手チームの試合映像を見て自分のイメージを高めるっていうのが森脇の一つルーティンですね。こんな感じですかね。パソコンでダゾーンの映像を見ながら対戦相手の映像を見るっていう感じです。なんでこうやって明日は長野パルセイロとの試合なんで、その映像を見ながら自分のイメージをさらに高めていくっていうところですね。はい、皆さん、今時刻は10時過ぎなんですけど、今さっきトレーナーさんに体をほぐしてもらったんですけど、寝る前に森脇もう一回自分の、なんて言うんですかね、持ち運びができる
マッサージ機械みたいなのがあるんで、それで体の方をね、最後寝る前にほぐしたいなと。それが森脇の試合前日のルーティンでもあるんで、ちょっと紹介させてもらいたいなと。はい、皆さん、最後に森脇の試合前日の最後のルーティンを皆さんに紹介したいなと思ってます。この手軽な持ち運びにも便利な、マッサージ機で、まあトレーナーさんにね、さっき体をほぐしてもらったんですけど、最後にもう一回寝る前に自分が気になる箇所をこのマッサージ機械で、ほぐしていきたいなというふうに思ってます。これね、めちゃくちゃいいんですよ。これボタンもね、振動が3段階あって、これ今一番弱いやつなんですけど、ここがちょっと振動が来て、この振動で筋肉をほぐすっていう感じですかね。なんで結構ね、すごいおーっていうぐらいの振動が来るっていう感じですね。なんでこれをね、ちょっと筋肉に当ててやっていきたいなと思います。見てください、これが今2段階で、こう足の裏とか足の裏をマッサージして、これをね、足裏、こうやって足裏に当てたり、ここふくらはぎ、ここのふくらはぎに、このマッサージ機を当てたり、またここのもも裏とかもこういうふうに当てて、ほぐしたり、またここの股関節周りも盛り上げ硬くなるんで、股関節周りにしっかりこう当てて、足をこう動かしながら筋肉をほぐしたりとか、また腰とかも当てて、筋肉をほぐしたりっていう、この1本で体全身をほぐせるっていうのがこの機械の本当に素晴らしい部分だというふうに思ってるんで、試合前日だけに限らずね、練習がある前の日とか練習前とかっていうふうな時でも活用してる、森脇にとってかなり必須アイテムになってきてるっていう感じですかね。なんで今ちょっと説明でね、簡単にいろんなところを触って、皆さんにお伝えしましたけど、このカメラを切った後にまた最後の仕上げということで、筋肉をね、気になる筋肉をほぐしていきたいなというふうに思ってます。それでは皆さん、グッナイ、おやすみなさい。皆さん、おはようございます。またまた皆さんに謝らなくちゃいけないんですけど、朝起きて、朝食行ったんですけど、またまたカメラを回すのを忘れてまして、先ほど、カメラを回してないっていうことに気がついてしまいました。ごめんなさい。で、今11時前なんですけど、11時からこれからチームでの散歩があるんで、そちらの方に向かっていきたいなというふうに思ってます。で、今日は8時ぐらいに起床して、8時半からご飯行って、朝食を食べて、これまではゆっくり過ごしてたっていう感じです。今、長野の天気はね、曇りのち晴れかな。こんな感じになってます。今日の長野県の天気ですね。はい、これから、チーム散歩の方に行ってきたいなと思います。それでは皆さん、行ってきます。皆さん、散歩の方から、今帰ってきました。時刻は11時20分ぐらいですね。12時半から、試合食があるので、あと1時間ちょっと、部屋の方で過ごしたいなと。試合食の後にミーティングがあるんですけど、それまであんまり時間がないんで、もうここで今日はちょっとシャワー、この1時間ちょっとの間で、シャワーを浴びて、試合に出発する準備を整えていきたいなというふうに思ってます。今12時20分ぐらいなんですけど、試合に向かっての準備もバッチリ整えたということで、これから試合食に向かっていきたいなと思ってます。もう髪の毛もセットしてね、
もういつ出発してもいいように、準備はできましたね。あとはまあ試合に行く、荷造りの方をね、しなくちゃいけないんですけど、その荷造りがは、試合食を終えてまたもう一回部屋に戻ってくるので、その時間の間に荷造りをしたいなと思ってます。はい、皆さん軽食終わって家に帰ってきました。はい、これから試合、次がミーティングかな、次のミーティングが、1時半からかな、ミーティングなんで、それまでもうちょっと45分ぐらい、40分45分ぐらい時間があるんで、ちょっとコーヒーでも飲みながら、試合に向けたいい準備をしていきたいなと、気持ちも心もここでね、整えて、次のミーティングがある時間まで過ごしたいなと思ってます。この時間っていうのは非常に重要なんで、しっかりとした気持ちを整えられるように、落ち着いた精神でね、試合に臨めるように体を作っていきたいなと思います。ここに並んでるものは、森脇が今日試合に持っていくアイテムですね。この何個だ ?2、4、6、8点をバッグに詰めて、試合会場に持っていきたいなと思ってます。まあ、これが、スピーカーなんですけど、まあ、試合の前、ロッカーで流したりっていう時に使ったりっていう感じですね。で、あと香水とエアポッツ。で、紹介させてもらったマッサージ機。で、これが、洗面具入って、これが化粧水とか、そういう美容関係が入ってる、ポシェットで、試合後は帽子をかぶりたいなと思ってます。で、スパイクなんですけど、普段スパイクはね、試合会場持っていかないんですけど、今日はちょっとこのミックスの取り替えのスパイクをね、チームの運ぶ荷物に森脇、入れられなかったんで、自分でスパイクを持ってきました。なんでこのスパイクを今日はね、自分で持っていきたい。普段は持っていかないですけど、今日は自分で持っていきたいなというふうに思ってます。この荷物たちと一緒に、長野のスタジアムに乗り込んでいきたいなというふうに思ってます。はい、皆さん、今時刻は13時15分なんですけど、これからミーティングの方に向かっていきたいなというふうに思ってます。今日の試合なんですけど、まあ本当ね、愛媛FCにとっても森脇亮太にとっても重要な試合になるなと、僕自身ね、久々の先発出場ということで、やっぱりチームに勝利をもたらしたい、愛媛FCの勝利に貢献したいっていう思いが強いんで、まあ開始の笛が鳴ったところからアグレッシブな姿勢を見せていきたいなというふうに思ってます。チームの勝利のためにホイッスルが鳴ったところから全力で、死に物狂いで戦いたいなと思ってますし、チームとしても、勝ち点3を愛媛の方に持ち帰れるように頑張っていきたいなと、もう本当にみんなで勝利をもぎ取って帰りたいなというふうに思ってるんで、たくさんのファンサポーターがね、アウェイにも応援来てくれると思いますけど、そういう方々、またダゾーンでね、応援してくれてる方々に勝利を届けられるように頑張っていきたいなと思ってます。必ず勝利する姿を、勇姿を見せたいなと思ってます。それではミーティング含め、出発と長野のスタジアムに乗り込んでいきたいなと思います。行ってきます。頑張ってきます。はい、皆さんお疲れ様です。試合を終えてホテルに帰ってきて、
で、夜ご飯を食べて、今部屋に戻ってきたところですね。まあ、時刻は8時、20時前、だと思うんですけど、部屋に戻ってきました。試合の方は、1対1という結果に終わってしまいました。本当にアウェーでしたけど、勝ち点3を持って帰りたかったですし、試合もね、拮抗したゲームになった分、勝ち点3を、勝利をもぎ取って帰りたかったっていうところはありますけど、まあ、非常に悔しい結果になってしまったなっていう感じですかね。僕個人としても、久々に開幕戦以来のスタメン出場で、45分戦いましたけど、前半でガタ来てしまいまして、交代、無念の交代になってしまいましたけど、まあしっかりゲームを戦える、45分じゃなくて90分戦える体力を、体のコンディションを作らなくちゃいけないなと。まあしっかりね、試合は待ってくれないんで、そういうコンディション作りも練習で方から高めていきたいなというふうに思ってます。試合に関してもね、いろいろ何を話したらいいのかなって、ちょっとこの動画を回す前に、考えたんですけど、なかなか、今話せる状況じゃないというか、思い浮かぶことがあまりないのが本音ですね。またね、試合は常にすぐやってくるんで、その試合に向けて、また今日から、明日、今日はちょっと愛媛の方に帰れないんで、同じホテルに泊まって、明日の朝、長野を出発して、羽田空港から松山空港に向かうというスケジュールになりますけど、まあ、しっかりリカバリーして、回復していきたいなっていうふうに、思ってます。次の試合に向けてね、またチームとしてしっかり修正するとこと、まあいいところもあったんで、それは継続しながらやっていきたいなっていうふうに思ってます。はい、これからまだもうちょっと時間があるんで、今日の試合のね映像を見たいなと思ってます。ちょっと振り返りをね。したいなというふうに思ってます。皆さんそれでは、おやすみなさい。おはようございます。今時刻は6時45分頃なんですけど、これからご飯を食べて、7時20分頃出発なんで、その予定で行きたいなと思います。昨日の試合からね、しっかり睡眠をとって、回復はしましたけど、やっぱり試合に勝てなかった悔しい気持ちの方が、朝起きた時のこうモヤモヤにちょっとつながってんのかなというふうに感じてますね。勝った朝っていうのはね、やっぱりすっきり気持ちいいもんなんですけど、負けとかね、引き分けというものはあまりやっぱり朝起きた時の気分は良くないっていうのが実際のところです。まあ昨日も言ったように、まあまたすぐね試合来たり、体をねしっかりリカバリーさせたりしなきゃいけないんで、これからリカバリーの方にしっかり努めたいなというふうに思ってます。まずは朝ごはんに行っていきたいなと思ってます。今日のホテルから見た景色もこんな感じですね。天気が良くて、晴れ渡ってます。はい、ホテルも素晴らしいホテルで快適に過ごすことができました。ありがとう。森脇、なんとですね、財布を部屋に忘れてしまいまして、今チームバスを待たせてしまっているところです。ダッシュして
みんなのところに戻りたいなと思います。いや、何やってんだ俺は。試合流してます。ごめんなさい皆さん、すいませんすいません、ごめんなさい。最後地獄。今羽田に到着しました。これから飛行機に乗って松山に帰ります。ランチタイム。んーじゃん、んーじゃん。皆さん今松山空港に到着しました。時刻は14時15分になりますけど、これからサンパーク、クラブハウス、練習場の方に行ってリカバリートレーニング、またトレーニングをしたいなというふうに思ってます。それでは向かっていきます。皆さんお疲れ様です。今リカバリートレーニングを終えて、これから家に帰るところです。今時刻は、5時半前ですかね。はい、リカバリートレーニング終わったのが今の時間なんですけど、本当に今回長野遠征は、長い移動も含めて、大変な遠征になりました。その中でね、まあ本当に勝って、松山の方に帰ってきたかったなっていう思いが強かったですけど、その結果をね、達成できずに悔しいなと。まあ試合を振り返ってみても、まあ、本当にいい時間帯もねあったんで、その中でやっぱり勝ち切る、そういう力は身につけていかなければいけないなというところは感じてますね。本当にもうシーズンも、中盤になってきてるんで、まあ、本当に勝ち点を落とせない、また勝ち点3を上積みしていかなければね、どん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 シーズン終盤に難しい状況になってしまうんで、まあ、もう一度チーム全体で引き締めて、まあ、今までも引き締め直してやってるつもりですけど、もっとチームとして要求するものは要求して、どん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 チームの向上、チーム力を上げていきたいなというところは感じてます。本当に練習からね、全ての 100% でトレーニングにぶつかっていく、励んでいくっていうのがやっぱり勝利へ一番近づくトレーニングだというふうには思ってるんで、やっぱりここサンパークでの激しいトレーニングなくして、勝利をもぎ取るのは難しいんで、まあそういうところは全体として意識しながらやっていきたいなというふうに思ってます。僕個人としてもハーフタイムで、交代して、45分の出場しかできなかったんで、やっぱり自分のコンディションもさらに上げて、これを60分、70分、90分と、またロスタイムも含めて95分しっかり最後までハードワーク戦える選手に戻っていきたいなというところは感じてるんで、まあ練習の方からそこの激しさは自分自身課題として取り組んでいきたいなというふうに思ってます。応援してくれるね、たくさんのファンサポーターの方がいるんで、そういう方たちのためにね、やっぱり自分が躍動している愛媛 FC を勝利に導ける、また愛媛 FC が勝利している姿をね、多くの愛媛 FC のファンサポーターに届けていきたいなと強く森脇自身も感じました。本当に応援してくれてる方々ね、また家族の力というのは森脇の大きなパワーになるんで、これからも支えてくださってる皆さん、たくさんのパワーを森脇にいただけたらなというふうに思ってます。それでは今日はこの辺で失礼したいなと思います。皆さん今日もたくさん長い時間見ていただいて本当にありがとうございました。これからも森脇亮太の応援、そして愛媛 FC のサポートよろしくお願いします。ありがとうございました。バイバーイ。